じゃあね、今日はこれからご紹介しましょうか。男性の方ですね。中地勝樹ちゃん、おはようございます。おはようございます。おもろい家族、それはうちの高校2年生の娘。ほう。この娘、恥ずかしながらとんでもないぐらい中地好き。ジャニーズよりもビケハゲ。本当？そうなの？うるさいわ。なので学校のために聞けないこのモーニングジャムとか、中地が出ている他のラジオ番組とか、うんうん、テレビとか毎回録音録画して帰ってきてから聞いているほど、中地面白い、やっぱ最高、クイジハットとかキャッキャ言いながら爆笑しながら聞いている姿、見ている姿を見ると喋りまくる49のおっさんのうるさいわ。どこがいいのかと我が娘ながら何とも情けない。あのね、そこまで、あの、そほら他の人に言うのはいいけれども、そう、本人に当てるものじゃないでしょ。まあまあね、いや、なんかよそで噂になってて俺だけ知らないっていうのも、それ逆に嫌ですけれどもね。まさに中地教の信者なんです。そして中地教信者の証、極めつけが、今年はよく予算がなくて作れなかった笑う門には福来たるカレンダー、2014年版、うん、中地担当12月のカレンダー、その中に印刷されている言葉の一部が、今年の春から娘の部屋の壁にドーンと A3 用紙に赤マジックでデカデカと書き出されて貼られてました。努力だけは自分を裏切らないと信じている。中地かっこいい。そのお中地の言葉が心に響いたらしく、えらく感動。そのありがたいお言葉を一時はまるで呪文のように口にしておりました。今でもたまに成績がちょっと良かった時なんかに、中地が言ってたように、努力は裏切らんよねとか、怒ったように偉そうにそのフレーズを口にして、えつに言っています。しかし親から見たら、お前いつ何をどこを努力してたの？と思わずツッコミを入れて見たくなるぐらい、勉強を含め全てにおいて努力している姿がこれっぽっちも見えない娘。一応大学進学希望なんで、来年は受験生なんですが、勉強しないで日々中地の声を聞く、クーネル遊ぶを実践している状態です。クーネル遊ぶの生活のおかげで、育ち盛りの体がぷよぷよしだしたのがさすがに気になりだした娘は、娘に、あんた何も努力せんけん、体重が見事に裏切っとろうが、と中地の言葉に対抗したため、ちょっと意味不明な発言をしてしまいましたと、ね、は、寝ても覚めても中地、ただ恋愛対象ではないみたいです。当たり前じゃないですか。よかったよかった。いやいや、よかったよかったっていうか、危ないわ、恋愛対象や。いやいや、でもすごいね、ありがたいです、ここまでね、はい、ね、いやいや、だからまあね、あの、ちゃんと高校2年生にも響くっていうことですね。ニヤッとした、今目の前でニヤッとしてますよ。高校2年生がまあ大体30ぐらいになるまでに13年ぐらいということは、僕は3、何の計算しとるんですか、何の計算を。まあ小学生でもメッセージ送ってくるぐらいだからな、 その子たちが大人になるぐらいまでは仕事できるかな。アホ、末永く本当に、誰が末永く本当にね、もう本当おじいちゃんになっても多分喋ってますよ。いやいや、それは分かりません、分かりませんかね。さあ、それからね、こちら女性の方です。中地勝樹ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日はクリスマスイブですね。はい。子供の頃祖父母と離れて暮らしていたんですが、クリスマスの時期になると祖父母がケーキを買って私が遊びに来るのを待ってました。でもいつもクリスマスの日に祖父母の家に行けるというわけでもなく、遊びに行くのは大体年末で、年末遊びに行ったらいつも私が大好きなチョコレートの大きな大きなケーキを用意してくれていました。クリスマスはとっくに過ぎているので、ちょっとパサパサになったケーキが手つかずの状態で置かれてました。私を喜ばそうと思って大事に取ってくれていたんでしょう。祖父母とも数年前に亡くなってしまったんですが、クリスマスになると祖父母の優しさが詰まったあのパサパサのクリスマスケーキを毎年毎年思い出します。というです
ね、メッセージいただきました。